それではお二人に意気込みを伺いたいと思います。まずはルーキーですけれども、大石プロ、意気込みをお願いします。はい、一ゲームマッチなので、一投一投、集中して思い切り楽しんで投げたいと思ってます。頑張ってください。そしてこの予選通過は初めてということになりますけれども、佐々木プロ、意気込みお願いします。そうですね、テレビ決勝が初めてですので、緊張もしてるんですが、一投一投大切に投げたいと思います。頑張ってください。スカイエーカップレディース新人戦準々決勝の第3試合です。大石直プロ対佐々木智子プロ。まずは大石プロです。今年のプロテストではトップ合格を果たしました。先日の6校では15位に入っています。全日本ナショナルチームのメンバー、経験も積んできました。まずはストライクで入ってきました。こちら佐々木智子プロです。42期です。初めてのタイトルを狙っています。坂内さん、はい、この2人の対戦というのはどんなところが見どころになっていくでしょう。そうですね、佐々木プロが、ほとんどそのレギュラーツアーではあまり一応行ったことがないということと、テレビ初めてということなんですけども、はい、ご覧いただいているように1回戦2回戦順当にいったら変なんですが、硬いプロを破ったということもあって自信があると思うんですよね、はい、ですからその辺を大石プロがどう受け止めるかということで、結構面白い対戦になると思うんですけどね、はい、佐々木プロスペアです。岸田プロはどんなところ楽しみに。そうですね、今1フレ見たんですけども、2人ともラインのイメージはできていると思うので、あとは天秤がうまく飛ばせるかっていう勝負になってくるかなと思います、はい、うん、2回戦では鈴木プロに大差をつけて準々決勝に駒を進めてきました。こういうことですね。そう、今本当に岸田プロが言った通りですね、この辺の天秤が、飛ぶか飛ばないかで、はい、投げ方としては悪くないし、9枚目ぐらいですか、うまく投げてますけど、やっぱりちょっと角度が足りない、いわゆる向こうピンに近いところから曲がってるんで十分ピンですよね。ですからあそこをどう調整するか、吹き込むポイントをもうちょっと前にするにはどうしたらいいかということを多分大石プロは考えてると思いますね。同じような感じですね、はいはい、佐々木プロもちょっとボールが出ちゃって、いわゆるピンの手前で大きく曲がったんで天秤が、飛びませんでしたね。ですから天秤をどう飛ばすかという本当に戦いになりますね。大石プロはスペアを取っています。佐々木プロはオイルを使いすぎると天秤が飛びにくいという話をしていました。川地さん、はい、大石さんなんですけれども、目標は高く、もちろん優勝を狙っているということで、新人戦の優勝のというタイトル1回しか取れないので絶対入賞するという強い気持ちを持って臨んでいるんですけれども、今使っているボールはですね、 US アクトのナオプラスワンというボールで、これは走って切れるタイプのボールです。おお、全品倒れてくれました。
そしてですね、はい、佐々木智子プロはですね、まあ、本当に初めて決勝トーナメント出場しますので一投一投集中して投げたいということを言っていたんですが、使用しているボールは ABSA のエウィケットエンカウンター、これは緩やかなタイプのボールを使っています。はい、岸田プロ、はい、今両者が使っているボールの紹介がありましたが、はい、何かこう感じることはありますか？そうですね、天秤を飛ばそうと思ってこう先の角度を求めたりすると、ええ、こう今みたいに薄めで割れたり逆に厚めで割れたりってなってくるんで、私だったら結構緩やかなボールで丸く合わせるかなっていう感じはするんですけど、まあ、球質によっても違うので、ええ、うん、まあ、佐々木プロの今の薄めのストライクは結構ああいう感じで狙うとピンがパラパラ倒れてくれるんじゃないかなと思います。今回そんな感じに見えましたよね。ですからあんまりこうジャストジャスト入れないで少し薄め狙っていった方がっていうのはあるかもしれないですね。今のもよ、すごいですね、はい、佐々木プロダブルが来ました。今のような感覚で、はい、そうですね、取っていった方がと、今のだとちょっと打ちミスしても多分ポケットに収まってくれるラインだと思うんですよ。ね、はい、その通りですね。すごい安心して投げれると思います。はい、テレビ初めてということでスペアでちゃんとストライクがこう来た時にやっぱりほっとして投げられたからボールがうまく転がったのかなと。よく転がってますよね。はい、ある意味今のも薄めのストライクでしたね。いわゆるパワーよりもピンアクションでストライクを出しに行ったらいいんじゃないかっていう感じのコンディションですよね。はい、カージさん、はい、大石さんが投げているなおプラスワンのなおっていうのは70って書くんですけれども、大石さんのなおっていう名前がついているとネーミングがついてるんですね。なるほどね、はい、すごいですね、はい、ずっと契約してますなんね、やっぱり名前がついたんでしょうね。中間で大石さんのリポートです。そうか、こだわりがあるんですね。こういうコンディションって自分が気持ちよく投げたと思えば思うほど天秤が残るんですよね。確かにその通りですね。今のも佐々木プロはね、いいっていう感じでしたよね。来ました、大石プロのダブルです。天秤をしっかり倒しました。佐々木智子プロ、ナイスペア。よくスペア綺麗に取ってますよ。はい、はい、そこに200ペース、カウントの差が1ピンで大石プロが今リードしてますけども、いい勝負になりそうですね。はい、第5フレームを終えて、まあ、ほとんどこう大きなミスが見当たらないという両者。先ほどこの25番で左側のレーンは薄めでピンアクションでね、ストライクになりましたので、これをジャストに持っていくのか薄めを狙うのかですよね。これはどうでしょう。おー、よく取りましたね。大石直プロターキー、今なんか若干スピードをこう調整したのかなと。ちょっとスピード、まあ、抜いたっておかしいんです、殺したような感じで10番ピン飛ばしたのかなっていう感じしますね。ですからこの辺がその経験豊富な大石プロっていう感じしますよね。さあ、リードされた佐々木プロがどう思って投げるかですね。少し落ちる位置がなんかボールの通る位置は展望度ちょっと右側ということでボールが少し伸びてしまった状態ですね。ですので2番8番ですね。岸田プロはここまでどう見ていますか、この2人。そうですね、やっぱりちょっと相手にストライクを続けられると力が入ってきてスピードとかも出てしまってこう今の薄めになったのかなと思うんですけど、ええ、やっぱり中盤にストライク相手に続けられると結構精神的にきますよね。リードしてて追いつかれて逆転された時のその、それがちょうど真ん中に来るとちょっと辛いですよね。はい、そこで気持ちをどう切らさないか、はい、諦めないっていう気持ちが、う
あればまだ分からないですね。ここまでターキーの大石直プロですね。こういうことが、はい、決して悪くないんですけど、はい、まあそのうまくリードをしたとで 狙うところも分かっていると、はい、でしっかり投げたと。でも結果的には少し逆にボールのスピードがついちゃったかなっていう感じの腹筋が甘くてセブンテンですね。今は本当にあのウルトンボール投げるとリアクティブルタン投げるとこういうのが多いですね。第7フレームに入っています。これでカウントが5になりましたので、佐々木プロがこれスペアを取ると全くカウントまで一緒ですね。200ペースのカウントが5ということですね、はい、勝負は8、9、10と後半にもつれ込んでますね。1ゲーム勝負って本当にテーブルまでもつれ込みますよね。1試合目2試合目同様、この第3試合も終盤で決着をつけるということになってきました。なおこのワンゲームマッチ、ドーピンで終わった場合はワンショットでのプレーオフを戦うことになります。バンダイさん、今のは思い通りですか？もう完璧ですね、はい、あのちょっとどうですかね、内側に行ってもいいくらいしっかり投げましたよね、はい、6フレームのターキーを狙った投球は少しスピードを調整してジャストに持っていった。今のはしっかり投げたジャストですよね、はい、佐々木智子プロ若干26番右側のレーンの方がフッキングゾーン、ボールが曲がり出すところで、ちょっと伸びている状態なんで曲がってこないですよね。だから大石プロのセブンテンもそうですし、今の、はい、佐々木プロのこの2番7番8番もそうですよね。これでカウントが7っていうダウンしましたので3ピン差で、このスプリットは割と取りやすいんですけど、はい、こういうコンディションになるとボールがどのくらい伸びるかを計算して投げなきゃいけないんで、どうでしょう。おちょっと薄めでしたけどね、はい、でももう思いっきりよく投げ込んでいきましたね。ライトでボールいっちゃったんですけどね、それが通じましたね、はい、もう薄めで気持ちでカバーしたような、その通りですね、ナイスカバーです。岸田プロどう思うのかな、選手はラッキーと思いますか、こういうスペアは。ホッとするんじゃないですか、取れたということはちょっとこういい感じですね、はい、気持ちが切り替わるんじゃないですかね、はい、なるほどなるほど。そして第9フレーム、またセブンテンだ。7フレに続いてこれはついてないですね。ちょっとこれはね、さっきのセブンテンは、まあ、あのちょっといわゆるこのゲームに入る前に練習ボールやった時も実際このミガノレントナー大石プロ残りそうな感じがあったんですよ、でもね、まさかね、2フレームというかこちらのレーンで2回続けてというね感じはね、いいな、これは最高だ、佐々木プロ、はい、ちょっと流れが変わるですね、ですね、新人戦終盤何が起こるか目が離せません。第9フレームが終わりました。大石プロの方がちょっと光沢のあるボールですから、ああいうのが残りやすいんですかね。あ、なるほどね、多分走って切れるってさっき中谷さん言ってたけど、その切れ分がちょっとね甘いのかもしれないですね。26番レーンはただこれ面白いもんで、佐々木プロがダブル来ないで、テンフレット目来ないで
全部、まあ、ストライク、スペアストライクだと202ですよね。大石プロパンチアウトすると203ですよね。カウントか、はい、あ来た、わそんなこと言ってるんで考えてるんで、また鳥肌が立ちました。私考えなくてよかったですね。大きなダブルが来ました、はいね、佐々木プロすごいですね、この一投は、はい、ということはやっぱりさっき8フレーム あのスプリットカバーがやっぱり気分変えたという岸田プロの言う通りですね。ホッとしたんでしょうね。もう石プロはパンチアウトしても203しかないので、佐々木プロは210ペースなんでね、はい、あでも左のレーンはほとんど、ね、ストライクだったんでね、もったいなかったですね。今年のプロテストトップ合格、6校では15位に入って意気揚々と乗り込んできた大石直プロ。しかしその前に立ちはだかったのが佐々木智子プロ42期。どんどん投げ方が良くなってきましたね、はい、2回戦では元ナショナルチームのキャプテン片井プロを破って準々決勝に勝ち上がってきました。ああ、ね、ナイスボールだ。いやしかしこういうゲームもあるんですね、岸田プロ、ねね、本当にこう後半いかにレーンを読んでストライクをつなげることが大事か、うん、ボールの神様がいるような感じですよね。大石プロのその7フレ9フレにちょっとね神様のいたずらがあったのかなっていう感じですね、ナイスパンチアウトですね。ナイスゲームです。佐々木智子プロ222、大石プロ最後の投球、うん、しっかり投げましたね、はい、ご覧のように222対202、佐々木プロが大石プロを破って準決勝進出を決めました。坂内さんがおっしゃる通り、はい、本当に何かこう神様のいたずら心が働いたような、ね、そうですね、そんな感じですね、はい、